こんにちは。今日は2020年の8月の29日です。もうコロナのおかげでね、8月もあっという間に終わってしまった。もう月日の流れのが早いこと早いこと。今回はまた企業案件ということでやっております。まあ、案件というのはね、私は多く受けられるなら受けられるに越したことはないと思っておりまして、様々な企業の取り組みを紹介するのがうちのチャンネルですので、その相手方のね、企業からあの協力の申し出があるなんて、こんなありがたい話はないわけですよ。だから今後もじゃんじゃんやっていこうという考えでおりまして、視聴者の皆さんからもご好評いただいてありがたいお話なんですが、今回はね、そんなすごい大掛かりな話ではないんですが、東海汽船さんからまたお話をいただいてですね、もうこの間のサルビア丸のね、2代目が引退する時からもうすっかり仲良くさせていただいてるんですが、鈴木さん、今度バタバタツアーっていうのあるんですけども、それ来ていただけませんかっていうのを申し出いただきまして、あ、それじゃ あの行けたら行きますと失礼な返事をしたんですが、実際行けることになりましたんでここに来ております。で、今ですね、向こうに大型客船が2つ止まってて、左側ちょっともう曇ってて申し訳ないですけど、こっちにですね、この間デビューしたばかりの新しい3代目のサルビア丸、まだ私も内覧しか済ましていません。それでこちらにですね、黄色い、新しい、これもまた船、橘丸と大型客船2つ来ております。で、こういった東海汽船の持ってる船とかに、ね、じゃんじゃん乗っていこうという企画なんですけども、それは私が考えたものではなく、東海汽船独自のツアーです。これから先の、ね、工程をお話しします。まずこの東京竹芝桟橋を出発して、伊豆諸島のですね、割と、どっちかというと、南の方というのかな、新島村のそこの本島から離れた一つの小さな島、式根島に明日の朝到着で、式根島からまたフェリーアゼリアという別の割と大きな船に乗って、神津島まで行きます。海の綺麗なところです。で、神津島に着いたらまたすぐですね、神津島から、反対方向の、高速ジェット船セブンアイランドユイに乗りまして、それでまた、到着するのは今度は伊豆大島ですね。で、伊豆大島から、今度はまた黄色いあちらの橘丸に乗って、そしてこの東京竹芝桟橋まで帰ってくるということになっております。そういう工程なんですが、これ全部明日一日の工程です。正確には今日の夜から出発して明日の夜までの、一連の工程ということになります。もう忙しいこと忙しいこと。だからね、バタバタシリーズという名前なんですけども、東海汽船がですね、いろいろ船に乗り継いでいろんな船といろんな島を楽しむという、面白い企画でございます。普通はね、伊豆諸島に行っていくつも島を一日で回って帰ってくるということはないんですが、これがその驚きの工程ですけども、特に島なんだな今回は。ちょっといい部屋使わせてもらえるみたいですわ。東海汽船の船乗るときの、ね、毎回のトラップなんですけれども、これ乗船券もらうじゃないですか。で、ここの判券のところにあらかじめ自分の名前とか連絡先とか住所とかね、そういうの書いとかないといけないです。もう これでじゃあ切符もらってから、じゃあすぐ乗ろうって言って、ね、乗船口に行くと、はい、すいません、あなたまだ乗船券書いてないです、ちょっと待ってくださいね、止められます。一度にね、4つ乗りますから4枚書かなきゃいけないんで結構大変なんですよ。全部住所とか電話番号書きますから。やっぱシーズンになるとね、もうお客さんが多い多い、すごい数だ。でも全盛期というか、コロナ前とはもう比べ物にならないと思いますが、なんかね、乗り口がめちゃくちゃに混雑しているように見えるかもしれませんが、実際乗るところはちょっと混みがちではあるんですけれども、船は、ね、かなり大きくてお客さんをたくさん入れることができます。で、乗り口が1箇所しかありませんので、そこの部分だけは混雑するんですが、中はそんなにとんでもない状態にはならないんじゃないかな。本当にものすごい時の映像をご覧になったことは、ね、皆さんもあると思いますので、あれと比べればもう全然ですよ。で、行きに乗りますのがこの新しい、ついこの間デビューをした新型のサルビア丸3代目で、こちら、姉妹船ということで基本的な構造は同じらしいんですが、こちらは橘丸です。2014年のデビューです。帰りはこの船に乗って、行き今からはあれに乗り込むということになります。前のサルビア丸が引退するときは下のタップから乗り込みましたけど、お客さんが多いからですかね。私はね、157番、多分この下の方だと思うんですよね。全然分かってないんだけど、一応6階建てということになってますが、下に隠されたですね、1デッキもあるはずです。で、157番、降りすぎたか、いや、やっぱそうだな、随分前よりも一般になったもんです。ここか、やっぱ下段ですね。下段の方が寝台車だと当たりなんで、船もそうなんじゃないかな。二等センスで気に食わなければね、もっとお金払ってさらに上級のセンスに船内で切り替えるところもできるんですけど、十分でしょあれで。さあ、ここが最上階、レストランはもうやってるんだな、すぐ始まるな。出航の10分前からすでに営業するみたいですよ。でもなんかレストランがお客さんでなんかいっぱい埋め尽くされるっていう雰囲気はなかったから、いいや、こっちへ来ようと思って、いや、なんかもうとりあえずしばらくはここ上から2番目5デッキかな、ここ見ることにしたんですけど、あれいいですね、あれ築地大橋だ、こんなことできんの。あ、裏の勝どき橋も照明焚いてるじゃないか。はあ、これオリンピックやって世界の人に見てもらいたかったですよ。この間はね、レインボーブリッジが真っ青でしたけど、
今日はね、青となんか緑色だな。これは何を表してんだろうな。あの前は医療従事者への感謝の気持ちってことだったんですけど、今回もそうですね。フジテレビもなんかやってるわ。出航の10分前だか5分前だか忘れましたが、それを知らせるドラの音がこれです。あ、5分前ですね、5分前だそうですわ。今綱を外してですね、多分どっかで巻き取ってるんだと思うんですけど、巻き取り機は向こうかな。あ、巻いてる巻いてる。全部綱を外しました。お、聞き慣れた音楽が聞こえますよ。この3代目のサルビア丸と、それから2代目の、あ、間違えた、3代目の立花丸かな、ちょっと何代目か忘れちゃったんですけど、それぞれですね、今ここにおります新型船はどちらも横向きの移動が得意です。いや本当にすぐ離れちゃうからすごいですよね。横向き移動ってのはね、船まんま乗ってると分かるんですけど、明らかに速くなったからな、今までと比べても。でこの外の景色なんですけど、私今こういうところにおりまして、でここからじゃ自分の顔をちょっと見ることはできないですよね。カメラだけ出して撮ってるんですが、あの3代目のサルビア丸と、それから向こうの橘丸、新型の船はどちらもやっぱりこの海のところまで乗り出して景色を見るっていうことはちょっとしづらくなりましたよね。でこれはいろいろ理由はあると思うんですけど、まあ、一つには多分安全対策なんじゃないかな。まあね、多分酔っ払って悪ふざけとかした人だと思うんですけど、前はこう落ちちゃったりとか、そういう、ね、事故がね、まあ、何年に1回かあったらしいんですよ。そうするとまあ助からないんで、普通にもう外洋で投げ出されたら、まあ、こういうふうになるのもしょうがないですよね。まあ、それが理由でこういう構造になってるのかどうかっていうのは、それは私は知らないですけどね。じゃあ立花丸も見ましょう。あ、向こうからまたライト振ってくれてる人がいるな。こっちからも振ったら振り返してくれるかな。もうよくよく考えたら多分あれだろうな、この上の方のデッキに陽キャラの人がいっぱい乗ってるから、そういう人に向けて手振ってんだろうな。あんまり僕とかを見てる目線じゃないですもんね。ちょっとやめときましょう。さてそれですね、あの普通は伊豆諸島へ行くときっていうのは、行きと帰りでは同じ船に乗って帰ってくるというのが当たり前です。今回乗船中のこのサルビア丸と向こうの橘丸、行きと帰りの船が違うのはどうしてかと言いますと、今回この船は大島方面に向かいます。であっちの船は八丈島方面に向かいます。でそれぞれの行き先別なんですけども、毎週の日曜日だけだったかな、八丈島方面の船が途中大島にも臨時停車、まあ、停泊ですけども、鉄道風に言えば臨時停車をするということになってまして、でそれを使って今回さまざまな船を利用しようということになっているわけです。まあ、船マニアみたいな人が喜んで乗るツアーだと思いますが、さまざまな島を一度に楽しむということも面白いんじゃないですか。それからボランティアンね、この間もう会社のツイッターもなく、この間まではバンティアンのツイッターもやってたんですけど、ついに終わっちゃって、もう会社事業清算してるのかな今ね、もう やめてしまったんですよ、コロナの関係で。レストランシップがあったんですけど、寂しいことです。ちなみにいつも竹芝桟橋と言ってますけども、竹芝桟橋以外にも桟橋があるわけです。あそこが東京港の竹芝桟橋ね。でこっちが日の出桟橋、昔はここからも東海汽船の船が出ていましたが、現在はね、あそこ泊まっておりますシンフォニーという船がいますが、あの船内でお食事などする船なんですけれども、まあ、今度シンフォニーもね乗る予定はあるんですが、こういう感じでいくつかの船の乗り場、桟橋があります。各島に到着時刻につきましてご案内申し上げます。大島明朝6時前後、豊島7時40分、新島8時35分、式根島9時05分、最終航行の島には10時前後の到着予定でございます。会場のようにありまして、時間の前後はございます。途中到着時刻の案内です。向こうに見えております倉庫群、今ねこれも綺麗にライトアップされてます。もともと国鉄の東海道貨物線の引き込み線がありまして、あそこの倉庫に貨物列車から持ってきたもの、海から積み込んだ逆に届いた荷物を貨物列車に乗せ替えるなどの仕事をしていたところです。こんなに綺麗なんですね最近は。この辺はね、適当に船でぐるぐるするだけでも楽しいというのが東海汽船の船の楽しいところです。機長には必ず身につけましての保管をお願いいたします。乗船券、乗船切符は下船の線に必要でございます。なくさないように大切にお持ちくださいませ。22時になりましてね、勝鬨橋のライトアップも終わりました。
東京駅がどこにあるかっていうのはこの2つのビルを見れば分かるんですが、これがあの八重洲側のね、両端に立ってるビルでして、あそこ東京駅だな、パッと見ればいつでも分かります。あ、続いて出てくる橘丸、あれも22時30分だか、23時だかの出発で、これから全速力で本線のサルビア丸を追い越し、明日の朝には、朝のもう5時くらいには三宅島に到着してしまいます。この間サルビア丸のラストクルーズの動画ご覧いただいた方多いと思うんですけども、それと同じ運用に今日もついています。そうです。レストランが忘れてた。これ言い始めるとあれだからな。あの早く行かないと。これ上級生ですか。あ、これ立ち入れないわ。ダメだ。ダメだ。ダメだ。あのレストランが混んじゃう。混まないと思うけど、多分お客さんがそんな多くはないね。みんな夕飯食べてるしね。これは下は降りても大丈夫なのかな。上級センスに下級センスの客が立ち入っちゃいけない。あそこは一等の区画だったんでね。危ない危ない。今日は実は朝昼晩ともにほぼ食べていなかったんで、これが最初の食事もめちゃくちゃな状態になったんですが、一日中寝てたからなんですけどね。島のりラーメン、伊豆諸島の名物の島のり、これはねサルビアマルというか東海汽船の船に乗ると大体なんか毎回揚げ物をやってるんですけど、その揚げ物は軟骨の唐揚げです。なんか変わり種の揚げ物があるんですよね。前はタコでしたけど、乗る時になってたまにメニューが変わります。でこれで1900円なんですが、まあ、安いか高いかって言ったら普通に高いと思うんですけど、船の中ですからね、あの火も多分使えないんじゃないかな、そういう様々な制約がある中でやっておりますんで、しょうがないことです。あのラーメンが伸びちゃって良くないなと思ったんですけど、お台場なんか止まってるんですよ。あれは詳しい方が見ればわかるかな。全然わかんないんだけど、あの上のところもね電飾がついてて、ちょっといい船が来てるんだと思いますけどね。何をしてるんだろうあれは。日本丸か、あ、日本丸が来てんの。これ取っといてよかった。なんかただならぬものがいると思ってね、慌ててあのラーメンも伸びるのに全部ほったらかして台場のところへ見に来たのです。ちなみにあの食事に夢中になってる間にレインボーブリッジはくぐっちゃいましたけど、まあ毎度毎度くぐるのをね同じように見てもしょうがないんで、たまにはいいでしょう。この話何回かしてるかもしれないんですけど、僕が東海汽船さんからいろいろ仕事を受け負ってこういうのやってるのはね、前に、青春18切符で伊豆大島に行くっていう動画を出して、それからねお客さんがめちゃめちゃ増えたらしいんですよ。その実績からですね、いろいろとしていただいてるらしいんですけども、実際船乗ってたのね、スーツさんの動画見て、興味持ってこれから新島行くんですよとかね、いやもうスーツさんのおかげで伊豆諸島好きになりましたみたいな方いっぱいいるからね。こんなお食事どころで一人でカメラに向けてブツブツ喋るのもちょっとお恥ずかしいんですけども、伊豆諸島の観光振興のためならね頑張らないといかん。出港して45分で羽田沖に来ました。向こうに東京タワーが見えて、あそこから来たということが分かります。でこの辺りまで来るとね、東京とそれから横浜と全部を一望することができるようになっています。あれは降りてくる飛行機、ああいう角度で降りてくるんだなとか、まあ、いろいろと参考になるわけですが、ここにですね羽田空港の、もしこっちか、これピカピカ光ってるの見えますね。右から左にねこうピカ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 と点滅をしているものがありますが、飛行機はここに降りてきてくださいねと空に向かって あれで合図をしているようです。あれ飛行機から見ると道筋をまっすぐにピカピカピカと一列に示してくれているらしいんですけども、ここからもう少し左の方を向くと、今船の向きがちょっと変わっていますけれど、あそこ火力発電所が見えていまして、あそこが川崎、あれ JR 東日本の電気とかを作ってる発電所があれなんじゃないかな。それからもし向こうに行くと今度は横浜も見えます、ランドマークタワー、それからみなとみらい21の、これあれですね、ちょっと半月状のインターコンチネンタルなど見えて、このように東京横浜間をですね海の上からであれば一望することができる面白いところです。まあ、現在地を知るにはね Google マップで見ればいいんですけど、他にもう一つ方法がありまして、空であればフライトレーダーっていうのがあるのかな、海だとねマリントラフィックっていうんですか、AIS といって検索すると出てくるんですけども、船の位置情報提供サービス、無料で誰でも使うことができます。で自分の船がどこにいるかというのも確認できます。まあ、本船サルビア丸はこういうふうに出てますよと、東京港ですね、10時35分に出て、
でこれからずっと出発して神津島まで行った後折り返して、明日は東京港にまた6時過ぎに到着する予定と書いてありますが、まあ、他の船もですね見ることができます。旅客船だったら青い色で示されますが、例えばこれです。これはですね、この船の後に続く立花丸です、10時57分に、一応東京港を出たということになっていて、まあ、明日ですね私もこの便に乗って7時頃にまた東京港に戻ってくる予定です。現在地ということで、皆さんにですね、いろいろ今お話ししましたけれど、まあ、せっかくなのでここからこの後続いてくる立花丸と乗船中のこのサルビア丸、それの航路について皆さんにここで簡単に説明させていただきます。この地図を見ていただければ分かるんですが、乗船中のこのサルビア丸はまず東京港を10時に出発した後、明日の朝大島、その後豊島、新島、四季島、神津島の順番に泊まり、そしてまた神津島で折り返して同じように島に泊まってまた東京へ帰ることになっています。そしてこの後出てくる22時30分東京発の立花丸は大急ぎでですね本船乗船中のこのサルビア丸を追い抜かし、そして明日の朝早朝に三宅島に到着して、その後三倉島、八丈島、その後八丈島からまた戻ってきます。八丈島から三倉島で三宅島と泊まった後、伊豆大島に明日は臨時の停泊をして、そして最終的に東京へまた戻る予定です。海から見る東京の景色本当に素晴らしいです。今ちょうどあそこにねなんかあるからレインボーブリッジの下部分は隠れてますが、あそこが浜松町とかでしょ。それからまあこの辺どうですか、どっか六本木、これが六本木ヒルズじゃないのかなとかね、見えるんですよいろいろ。でこれも新宿か、六本木ヒルズだと思うんですよ、じゃあさっきもね。でそうこれ新宿でしょ、まあ、東京都心の部分ってこうやって見ると結構狭いのかななんて思いますけど、青いのは東京都庁のツインタワーですよね。あれも医療従事者への感謝の気持ちということで青い色で灯されてますが、おおびっくりした。見せたらいきなりね画面に、ね、右から左にちょうどかめいていたところにねスカイマークのボーイング737の飛び込んできましたよ。飛んで火にいる夏の虫つったらスカイマークに捨てる、別にそんなんじゃないんですけど、フレームに勝手に飛び込んできた、ありがたいですね。景色もね面白いんでいつまでも見てたいところではあるんですけど、まあ明日もあるし、結構船って出発したところ景色が新鮮すぎてそこで体力を使い切ってしまうことがありますんで、まあ、今日はこの辺ぐらいで頭をおとなしくしておこうかな。救命装置の案内しますね。これなんか案件で乗ってるのこんなこと言うのもあれなんですけど、いつもね画質悪いんですよこれ。もう時代とともに内容は刷新されてるんですけど、なんでこれ毎回画質悪いんでしょうね。うちで使ってるビデオカメラで撮ったらもうちょっと綺麗になりますよとか言いたいところなんですけど、多分使ってるビデオカメラはこれいいやつ使ってると思うんだよな、これ見た感じ。謎だ。多分これ編集もどうなんですかね、東海汽船の人がやってるのかな、誰かに頼んでるのかな、まあ、聞いたことないですが、終わりましょう。あ、ラストオーダーのお知らせ。これお金返ってくるの？返っては来ないですね。コインロッカーあるんですけど、まあ何でもペダルで触るんじゃないな。いろんなところに、ね、こういうのありますんで、これでちょっとやっとこうね。トイレ全然見てなかったな。前に試乗会っていうかね、内覧で来た時もトイレありません。あ、随分綺麗になったな。もうこの船もすごい数の視聴者の人が乗ってるみたいだな。もう20回ぐらい話してくれましたよ。まあ、あんまりなんか東海汽船とかに注目して動画出す YouTuber みたいな人いないですもんね。ほとんど唯一だろうからな。何番でしたっけ自分の部屋、ちょっと心だった気がするな。3人ぐらい他に乗ってる方いましたけど、ほんで歯磨きなんですが、歯ブラシをね、いや危ない危ない、持ってきてないと思ったらたまたまあったんですよ前に。太平洋フェリーに乗った時に使わなかったやつね。じゃあ寝ますけどね、ちょっと寝るにはまだ少し早い時間かもしれませんが、他の方もこのセンス内離れたところですがおられますんで、ピンマイクあってよかったらこれで静かにやります。結構いいですよこれ。前はね特にとっつっても、まあ、下は硬かったんですよ、結構硬いところ寝てたんだけど、こんな立派なこれマットレス、分厚いマットレスがあるんで、すごくいい。でこの船室は2棟の1個上の特2棟なわけですけど、
離島とはもう全然違う。離島はまあ割と他のお客さんと一緒に雑魚寝みたいな感じですけど、完全にもうこうしちゃえば個室空間ですもんね。それでね、船っていうとやっぱり気になるのはあの貴重品の扱いだと思うんですけど、これ知らなかったんですが、前内覧会の時ちゃんと覗き見ればよかったんですけどね、あの各部屋にコインロッカーがあるんですよ。で、まあ、やっぱりお金は入れる必要はあるんですけど、こういう風に開いて、で貴重品どころか結構なものがたくさん入りましたね。まあ、寝ながら見ることになるのかな。2等とね、特2等の金額の差って結構あって 1.5 倍なんですよ。だからちょっとワンランク上ぐらいではない差があるんですけど、でももう全然違いますよ。もうこの差はね、ワンランクどころではない。まあ、ただやっぱり2等感があるなっていうのは、あのエンジンの音がねちょっと響いてくるのと、それからあの船の下の方なんて船室には窓がありません。外の景色が見たかったら一旦部屋の外に出ないといけません。ちょっとね、仕事で用事があったんで、あのこれで東京にね電話したんですけども、これすごいですよ。100円硬貨専用案、まあ、ちょうど100円玉しかなくてね、もうおったいないけど息は入れちゃえと思ったらね、100円玉だとね36秒しか通話できないんですよね。さすが海の上だ。まあ、普通の携帯電話の電波が通じなくてもこれは通じるんで、36秒100円払う価値はあるんじゃないですかね。なんか天気予報を見てたら、沖縄の南方に台風みたいなやつ、まあ、まだ台風じゃないんでしょうけど、この低気圧ができてますが、あ、これだったらね、別にあの今のところあの波の状況とかにはそんなに影響はないはずですね。これ明日はもう非常におとなしい海だな。仕事の電話の他にももう一つ、寝ようと思ったけれどしばらく夜更かしていた理由がありました。時刻ただいま0時28分ですが、後方からですね明るい光が近づいています。あれは大型船ですが、煙突のところを見ると分かりますが、東海汽船のマークがついています。東京港本線の30分後に出発し、こちらへやってきた、あちらは立花丸です。まあ、本当はねこれを外から眺めたいんですけども、まあ、残念ながら夜の時間になると出ちゃいけないということになっておりますんで。来た来た、結構近くに見えるんですよね。実はいつもね、もうこんな遅い時間になると翌朝のために寝とるということが多いんで、あまりしっかりとは撮影しないんですが、文字も見えるかな。東海汽船立花丸ってちゃんと書いてるのまで読むことができるほど、すぐ近くのところを追い抜いていきます。あっちの立花丸はさっき皆さんにお話した通り、東京港30分この船より後に出たのですが、しかし本船の最終目的地神津島よりもさらに先にある三宅島に明日の朝5時には着かなければいけません。この船は最終目的地の神津島に9時半とかそれぐらいに着きますので、つまりあっちの方がかなり早く進まなければいけないというわけです。で、向こうはずっと東京を出るとほぼ全速前進なんですが、まあ、こっちはだいぶ速度を落としていまして、まあ、速度でいうとこっちが約10ノットに対し、向こうは17、18ノットぐらい出して走っています。だから時速にすると12、3キロぐらい違うということになるんですよね。結構な差でして、まあ、羽田のあたりから徐々に距離が縮まっていたんですけども、今回はね多くの船に乗る、なんなら明日はあの船に乗って東京へ帰ってくるということで、その船の追い越しの様子なんかもうすと楽しいんじゃないですか。そう思ってね夜遅くまで起きていたのでした。ちなみにですね、現在地ですがちょうど浦賀水道に入ったぐらいでして、あのこの間ね旅行チャンネルで紹介した第2海堡とかあの第1海堡第3海堡がここら辺にあるの、それは過ぎたんですけども、ここら辺はだから一応、まあ、速度制限の海域になるのかな。現在地は東京湾の入り口のところで少し狭まっておりまして、船の通行量に対して海域が限られているので、基本的に13ノットとか12ノットとかそれぐらいまでしか速度は出せないということになっているはずです。向こうは煙突から煙を吹いている光景まで見ることができますね。神津島の到着は、この船は明日の朝の10時だったようですよ。さっきの立花丸は同じぐらい遠いところに朝の6時に行くのにね。じゃあこの辺で今日は休ませていただきます。はい、おはようございます。本日は2020年の8月の30日です。早速目の前に伊豆大島が見えておりまして、ただいま時刻は午前5時30分でございます。ちょうどね朝の目覚めの放送がかかったところです。向こう
すごいですね、立派なね、高架の道路とそれから橋がかかっております。我が東京都民の税金で作りました立派な橋です。あれすごく便利な道路ですよね。もう自慢の道路。あれができる前は一体どうやって移動してたんでしょうね。いつも気になるんですけど、すごい険しいところを通ってね、あれをずっと抜けていくと大島公園といって、まあ、いろんなね動物がいるような、あのほぼタダだったんじゃないかな、そういう動物園とかあるんですけども、ね、立派な綺麗な火山島です。まあ、大体基本的に全部火山でできた島だと思いますが、今日の天気は素晴らしい快晴です。綺麗な朝日。この明るさには陽キャラの皆さんにもお喜びいただいています。いや素晴らしいですね。やっぱね、見えたわ富士山。なかなか見えないですよ、こんだけ天気が良くても。ずっと見えてないだろうと思ってたんですが、あの方角を間違えておりましてね、はっきりと見えました。こっちが富士山ですから、多分ね神奈川県とかが向こうなんだろうな。あれどこでしょうね、向こうに霞んで陸地がまだ見えるでしょう。伊豆大島は本当に東京、それから三浦半島とかその辺りから近いので、このサルビア丸も随分早く到着してしまうから、大島の到着時刻午前6時なんですけども、もうその前のね、多分1時間とか2時間とかそれぐらい前からずっともう沖合のところで待ってるんですよね、早く着いてしまって。だったら早く大島に着いて、でもうなんか午前3時とかに、ね、つけてずっとあのそこでつけとけばいいんじゃないのって思うかもしれないんですが、まあ、多分港の人たちをね、あの朝の3時とかにまた起こしてやんなきゃいけないし、それからまあやっぱそこでずっと桟橋を使うっていうのは多分いろいろなんか費用がかかったりとかするんじゃないですか。まあ、これは私の勝手な想像なんですけど、まあ、多分そういう理由でね、あんま合理的ではないから、しばらく沖合で待つということになるんだと思います。多分怒りを下ろすとかそういうことはしないと思いますけどね。しかしよく見える素晴らしい天気です。こっちが伊豆半島です。あれが大室山ですね。伊東のあれもまた噴火をしてですね、その後真ん中がくぼんで、ああいう風なカルデラになりましたけど、もともとは富士山みたいな形をしておりました。まあ、カルデラの山この辺りいっぱいあります。伊豆もまた火山の活動によってできたところ。波消しブロックがいろいろ並んでますが、その裏側、あそこが大島岡田港です。大島は港が2つありますが、基本的に朝はこの岡田港に到着します。大島周辺から眺めるね、伊豆半島と富士山、本当に綺麗ですよこれ。朝の早い時間いつもねすっきりした景色になってて、これは本当に素晴らしい。あのあそこの大室山が噴火して、この辺り伊豆高原がですね作られたんですが、ここに別荘地がずらっと並んでて、ね、それもまあ噴火の活動のそれを後を利用しているというわけですけど、その手前のところをね、こうまた船が行き交うわけですよ。岡田港は天然の断崖絶壁に囲まれて、波の影響をかなり受けにくい優秀な港だそうで、船が出ても大島に着かなかったっていうことは一回も経験したことないですね。まあ、それは大島周辺がねまだ伊豆半島に守られて、あまり波の影響を受けないっていうのもあるんだと思いますが、ただこのように崖な地帯なので、ほとんど人が住むような場所もなくてですね、それがこの辺りの不便なところです。もう港の周辺にわずかに建物がありますが、もうこの辺り一帯だけでね、その後はもうすぐにこんな急な崖を車が一気に登っていって、そして、まあ、しばらく走ると大島の町の政治の拠点とかがある、ね、役場の方面に向かったりするんですけど もう本当に港だけがある場所っていうイメージです。もうすでにサンドレッドっていうはずですけど、砂の入った重りが投げられまして、砂も引っ掛けました。この間の三倉島のやつとかと比べると危なげが全くありません。まあ、危なげっていうのは別に
のやってる人自体がなんかあの人はちょっと下手そうだそういう危なげじゃないですけどね。新しいサルビア丸になってこの砂の巻き取りこれが目の前に見られるようになったのが面白いですね。すごい力でしっかりと締めて船が桟橋から離れないようにします。視聴者の人に聞いた限りでは大島へ行かれる方がすごく多かったですね。まあ大島行っときは間違いないですからね。伊豆諸島では各島ごとに新型コロナ対策その対応などが違いますのでお出かけの前に必ず確認をしてください。場所によっては宿の予約がないと上陸ができないとかそういったところもあるそうです。まだ朝の6時ですからね。ちょっと一旦戻ってよ。私の船室もね誰もいなくなっちゃいましたよ。もう全員降りちゃった。他に3人ぐらい乗ってたんですけどね。いやこのここがねちょっと意外とねカーテンを閉めて寝てると暑いんですよ。だからもうこれからはね開けとこうと思います。暑いとあんま眠れないんですよね。だから実は2時ぐらいまで全然寝られなかったんですけど障害からもうシャツをね脱いでワイシャツじゃなくて T シャツ1枚とかになって、ね、寝ましたが、そうするとすぐ眠れましたね。もっと早くやればよかったそれ。これですね、船の中でね、こういうパンフレット配ってるんですが、竹芝桟橋がどこ行っても配ってる、これね、まあ、よく見る、よくまとめられた定番ガイドブックなんですけど、無料ですよ。大島のページはね、いっぱいあるんですよ。これ全部大島なんですよ。で、次に泊まる豊島なんですが、豊島は1ページしかないんですよ、豊島ね。で、新島じゃないですか、新島もまた2ページくらいあるんですよね。で、私の降りる式根島ですが、式根島はね1ページ半でして、次神津島がまた3ページぐらいあるのかな。まあこういう見開きの話です。まあこういうふうにあってですね、でまた次は三宅島となるんですけども、もう島によってなんかこう明らかにページが違うんですね。もう大島なんかこんないっぱいあるわけですよ。まあ、大島の方が観光地みたいな施設とかもいろいろあって充実しておりますし、行くにはまあここが間違いないのかなって感じなんですけど、ただねこれがね、じゃあこのいっぱいあるところだけがいいのかというと、またね、そうは言えないのがこういう離島のね、面白いところですけど、大体いろんなものがあるのがいい人ってのは離島に行くかというとね、それよりまだ別のところに行った方がいいんじゃないか、伊豆半島とか行った方がいろいろあるわけですから、施設とかは。ということなんですね。例えば、豊島はね、日本で一番椿が取れるところということで、こんなずらーっとね、椿が並ぶ、これ椿の絨毯ができるところとかですね。まあ、式根島も私よく行きましたけど、まあこれからお話ししますよ。新島もね、前に紹介しました。楽しかったですね。式根島、形がね、北海道に似てるんですよね。それしばらく寝ようと試みたんですが、強烈な朝日を浴びると、なんか眠れなくなっちゃうんですよね。だから大島見ましょうね。ちょうど逆光ですが、島のシルエットはまあ見えるか。こちら側、三原山側です。手前のところ、キラキラ光っておりますのが、大島の中心地元町。今日はもう海がベタなぎ全然揺れないようですから、多分帰りはこっちの港に着くんじゃないかな。三原山の山頂まですっきりと見渡すことができます。次の寄港地豊島ももうすでに見えています。豊島までの所要時間はおよそ1時間と20分です。大島と豊島の間が一番富士山に近いところです。ただだんだんやっぱりこういうふうに雲が増えてくるんですよね。まだ朝の6時台ですが、帰りには全く見えなくなってしまうでしょう。南側からの風を受けて湿った空気が雲になって富士山はもうすぐに隠れてしまいます。時刻今7時30分、豊島に到着です。多分豊島の到着を見に来たのはもう多分小学生以来じゃないかな。よくこの辺りでは寝ちゃってるんですけどね。綺麗なところです。伊豆半島が今ちょうど向こうに完全に
あの辺が色崎ではないですかね、突端のところ。もう終わっていくというところで。伊豆半島からの守りがなくなりますから、波の影響も強く受けて、利島の接岸の時は大体揺れます。あの船には揺れを防止するためのフィンスタビライザーってのついてるんですけど、多分接岸もうこのタイミングで閉まっちゃってるんじゃないかな。だからあの揺れる時はもうめちゃくちゃ上下に揺れながら、あの揺れる、あのもう接岸するんですが、全くそういうのもないですもんね。なんか煙が吹いてて日陰になってるからね、ちょうど気温も涼しいです。この東京都豊島村は日本一の椿の島でして、もうほとんど椿に囲まれてる。これも椿じゃないですか。もうだいたいここに映っている木々が全部椿なんですよね。だから時期になるとね、島全体が椿に囲まれてとっても美しいそうです。この小さな島が、ここが日本一の椿油の出荷の自治体なわけですよね。すごいですよね。毎度見上げる豊島、本当に美しいところですから、ぜひね立ち寄りたいと思うんですけど、いまだに降りたことは一度もありません。レストラン朝ごはんはね8時半までなんですけど、実際には8時15分までに買わないといけないんですよ。だからまあ45分しかないんで、結構急がないといけない。ぼーっとすると食べられなくなっちゃいます。僕お茶漬けが好きなんでね、400円で食べられるのは助かったわ。ここで今日の工程を簡単に視覚的にお伝えしますが、まずここにある、この新島に次に本船が寄港し、まあ、そこをまた離れて、その次に泊まる式根島、式根島に着いたらば、私たちは船を降ります。で降りた後、次にまた式根島を出る別の船に乗って、今度は神津島まで行きます。で神津島まで行ったら、今度は高速船に乗って新島とこの豊島を通過して、そして向こうにまだ見えております大島へ、多分元町港でしょう。で大島からまた夕方にですね、もう一つ別の、大型客船、昨日この船を追い抜かしました橘原に乗って、最後東京竹芝桟橋で帰るということになっております。火山活動の関係でね、この辺り島が一列ポツポツポツと並んでおります。後でどっかから見てみましょうね。あの島がね並んでいる光景が見えて、すごくいい景色ですよ。ちなみにこの3代目のサルビア丸の中で一番涼しいのが多分このペットルームなんですけど、ペットいるかな。今ペットいないな。ペットいないから、まあ、入ってもいいでしょう。めちゃくちゃ涼しいんですよね。多分ねこの小さな部屋でしょ、それにここであの1個エアコンがありますから、エアコンのパワーが多分余ってるんですよ。それで換気をガンガンやってもあのかなり冷えると、まあ、冷えるって言ってもあのそんな寒いわけじゃないですけどね。今日はね本当に伊豆諸島がいっぱい見えまして、まあ、大島、豊島じゃないですか。でそれからここにですね新島と、右側前方神津島、今式根島は見えなくなっちゃいましたけど、それからね、これウトネ島っていうらしいんですけど、あの無人島が見えてですね、その向こう彼方に三宅島が見えます。三宅島ね、今日朝の5時にさっき追い抜いていった橘丸が先に着いたところです。でその彼方のこの小さなこの出っ張っているこの裏側に見えているの分かりますかね。私にもあんまりよくは見えないんですけど、三倉島、三倉島も見えております。これも伊豆諸島のね、この辺りから見える島全制覇です。今日の気象条件はもう最高です。本当に最高。水も青々としております。夏はなんかもうこんな感じで、海がいつもなんか乗るとね毎回ベタなぎでなんか揺れるっていう体験をしたことはもう八丈島の方まで行かないとほぼないので、まあ落ち着いてあの海を楽しみたいんだったらあのこれがいいと思います。まあ一方でお客さんが夏は多いんでね、あの冬の方がお客さんは少なく、あの本当に、ローカル航路っていう感じの雰囲気になりますから、船そのものを楽しみたいんだったら、ゆっくりやりたいんだったら、オフシーズン、そのオフシーズンのピークの冬がいいかもしれないです。長らくのご乗船お疲れ様でした。まもなく新島前浜港に到着いたします。順調に渡ってきまして、新島、ここの海はね本当に綺麗ですよ。美しい青ですよ。逆光でこれだからね。八丈島とねなんとなく似た雰囲気ですけど、コブが左右に2つあって、その真ん中のところがくぼみ、ここに人が集まっています。新島空港などもこの真ん中のところにあります。白い砂浜の美しいところで、特に島の反対側が素晴らしいですね。サーファーが多く集まるところです。
船が新しくなって、私の思い込みかもしれないけど回転もなんか速くなりましたね。あんなに前は横に噴射しなかったもんな多分。ここは底が大変浅くて、しかも砂の色が白いので海の底のところまで全部見渡すことができます。水がここにあるのを忘れるようですよ。お客さんがゾロゾロ降りていきます。ここから向かい側に式根島を望み、そしてまた向こう側に終着の神津島があります。もともと新島と向かい側の式根島が一つの島だったと、まあ、そういう話あるそうですけど、それはどうもガセネタみたいですね。江戸時代の、あの地震で二つに分かれたって話があるんですが、歴史的にはもう完全に別だそうです。でこの神津島と式根島の右手にもですね、またこの大きな島があるんですが、昔から気になってるんですけど、これも無人島みたいでね、多分漁師の方とかが行って あそこで漁とかするんだろうと思うんですが、あんな立派な津波避難用のタワーもできたか、前はああいうのはなかったと思いますよ。この間ね、2年前かな、久々に新島も来ましたけれど、やっぱり、ね、初めて伊豆諸島に行かれるっていう方には大島をお勧めしてますけどね、いろいろあるし、楽しむ場所いっぱいありますんで、まあ、その次はこの新島か、もしくは向こうの神津島がいいんじゃないですかね。この2つもね大変面白いところです。慣れてきたら、まあ、式根島とかね、戸島とか挑戦されてみてはいかがかと思うんですけど、すごい旅してるっていう感じがあるのは八丈島とかなんですが、船酔いとかが心配なければ行かれるといいかと思いますけどね。お、こっから乗ってくる人がいるのか、乗るのかな、乗るっぽいな。島巡りの旅をしてる人かな、多分そうでしょうね。ここからちょっとブラッと、ね、向こうの式根島へ遊びに行くみたいな、そういう使い方もできますんで、新島で2泊とかして別の島にちょっとねブラッと行ってまた戻ってくるなんて面白いんじゃないですか。もうすでに見えています、このサルビア丸は。これからあそこに見えている式根島の、なんつったかな、ノブシ港って言ったと思いますけど、その港へ向かうのです。東海汽船のコンテナまでもう見えています。今あそこで2泊をやってますけれど、全く同じコンテナですよ。おちょうど今ね軽自動車運んでる、新車買ったのかな、こっから見ただけじゃ分かんないですけど、よくねこのサルビア丸とかはフェリーと勘違いされるんですが、これフェリーではありません。何度も言ってることなんですが、運べるのはコンテナだけでして、貨客船という言い方をしております。もしかしたらあのコンテナにも軽自動車ぐらいなら入るかもしれませんが、乗用車を普通に人が乗った状態でそのまま積み込むことができる船のことをフェリーと言います。フェリーってのはもともと高層っていう意味の言葉じゃなかったかな、確か。また速やかに離岸していきます。本当に早いな。マジマススラッサーっていうね、横向きっていうか全方向に動くスクリューがついてるんですけど、あっという間に離れていきます。すごい、これで海の底まで見える。いや綺麗ですよね、乗ってるだけでも楽しいもんね。新島を立ちますと、もうすぐに次の式根島となります。20分で到着してしまいます。だから降りる支度も必要です。ちなみに今日ですが、暑いかどうかというと、まあ、伊豆諸島の夏は暑いんですけど、それは日差しを遮るものがあまりないから暑いということでありまして、日陰に入ればねもうたちまち涼やか、冷房なんかなくてもそこまで気になりません。そんで夜はちゃんと気温も下がってね、23度とかなんかそんぐらいになってますからね、いつも大したもんですよ。まあ、最近ずっと伊豆諸島に夏に泊まるってことはやってませんけど、いつも日帰りなんだよな、ちゃんと泊まらないといけないと思いますね。今回は募集型の団体旅行ということになってるんですけど、ただコロナの関係でみんなに一斉に説明することはできないっていうんで、東海汽船の方がこんなね虎の巻を作ってくださいました。マルヒって書いてあるけど別に大丈夫だよね、なんかこう勝手に写して問題になるとかないと思うんですが、まあ一応聞いてみるか後で。これね、式根島に間もなく到着します。で、3時間55分の自由時間があるということです。でその後はまたね別のアゼリア丸、フェリーアゼリアかに乗ってまた神津島に向かうんですが、ここに書いてある出航15分前には必ず桟橋にお戻りくださいか、なるほどね。じゃあ神津島が問題だな。神津島はね45分しかありませんので、まあ、実質自流時間は30分ってことだな。これがバタバタツアーの醍醐味ですね。大島なんか30分しかないから15分しかいられないわけだ。
各島での短い時間の間こういう楽しみができますよと書いておいてくれてまして、式根島はねやっぱの海がすごい綺麗で入り江がたくさんあるんですけど、この泊まり海水浴場ってねこの電気の抵抗の単位みたいなね形したあの海水浴場がこれ綺麗だな、んでこれが港のすぐ近くにあるんですよ。小さな島ですから、あの自転車借りてばねもう4時間あれば一周できるんじゃないかな、するかどうか別として。あとは降りる前に水買っとかないとね、本当に命取りになりますから。はい、着きました、式根島です。10年ぶりかな、前に来たのは小学生の時だな、それ以来来てないですよ。正直もうどういう場所だかも忘れてしまったと言いたいところですが、まあそれなりに覚えております。あの温泉がたくさん湧いているのが式根島の特徴です。また入江の地形からおそらく釣りの人にかなり人気があるんじゃないですかね。私釣りのことはよく分かりませんけど、式根島も本当に磯釣りみたいなのがかなりしやすいところだと思いますよ。船の到着の時間になると、それぞれの民宿がずらっと車をここに並べてですね、お客さんを迎えに来ます。短い停泊時間を使って、荷役がどんどん進みます。もう接岸そのものは完了してますからね、すぐにそうするとクレーンを下ろして、大急ぎ。実際にはお客さんの乗り降りよりもコンテナの積み下ろしの方が時間がかかるのです。基本的に毎回おまわりさんが来てますよね。おまわりさんが接岸を手伝いにしているのは多分島に変な人が来たりとかそういうのを監視するという役割があるんじゃないですかね。さあじゃあ着いたらすぐ降りないとな、早く降りてくださいって放送でも言われるんですよ。そして大切なのは遅れずに降りるということだけではなく、乗船券をあらかじめ用意しておくということです。乗船券を、ね、持って帰りたいと言っても鉄道と違って持って帰ることは絶対に許してもらえません。透明度が高いんでね、本当に船が宙に浮いているように見えますよ。私にはスクリューがぐるぐる回ってるのも見えます。見えるかな、私には見えるんですけど画面に映ってるかどうかちょっと自信がありません。あ、映ってますね。眩しくて全然画面が見えんのですよ。次が終点の神津島ということになります。向かい側にさっきまで降りました新島の美しい白砂の海岸なども海越しに見ることができまして、なかなか素晴らしい景色です。大島まで見えます。私個人的には10年ぶりに来ましたこの式根島信子港。ここの特徴はね、多分伊豆諸島でもこういうところは少ないんじゃないのかな。あの漁港とそれからあの貨客船の到着のですね、あ両方とも兼ねているというところで磯の香りが漂ってきます。覗くとねお魚いるんじゃないかなと見たらいましたよ。親ビッチャってスズメダイがいたんですけど、いたいた、これですね、これこれこれ綺麗なやつですよ。割と暖かめの海に住むんじゃないかな。なんか赤いのがついてますけどサンゴじゃないだろうな、ホヤかなんかかな、サンゴの類かもしれないわ。特にね隅っこの方に行くとこんな真っ青のもう熱帯のお魚まで来てまして、南方から流れてきたやつがギリギリこの海域の水温でも暮らせるやつか分かりませんが、もう漁港からね水の中覗くだけでも楽しいですよ。でもせっかく来たんだからいろいろ行かないとね。それから少し進むとここにですね村営船の錦というのが泊まっております。これはあの新島村の船です。この式根島は、新島村の中のですね、まあ、一つ の, あのまた地区ということになっておりまして、要は向こうが本島なわけです。政治の拠点が向こうですから役場なども向こうにあります。その用事のためにね、この式根島から定期船が毎日何便か出ていまして、だからサルビア丸が1日1便ですが、その他に2便ぐらいあるのかな。この錦とかを使えば結構新島と式根島の間の行きは簡単です。まあ、問題は欠航しないかということですけどね。3便あったわ。運賃は430円です。まずは自転車を借りに行くかと思ったんですけど、その前に少しですねこの山道を歩いて、まあ、100メーター200メーターぐらいだと思いますけど、ここが島一番の幹線道路式根本道です。まっすぐ行ったところに確かね島唯一の信号機があるのかな。
そして到着しました。ここが港に着いてからわずか徒歩5分とは思えませんけどね、泊まりの海水浴場です。歴史的にも大変重要なところだそうで、天然のこのような入り江ですから、江戸時代には八丈島などもっと南の方へ行くような船がここに立ち止まって、そして帆の修理などをするのに使ったといいます。で、あそこなんですが、説明書きがあったんですけれども、ここはですね、明治42年に、当時の農商務省がやったそうです。日本で初めての漁港の整備が行われたところだそうでして、その当時の石垣などもあそこに残っています。もっとも現在ではね、特にこうやって見ても漁港として使われている様子はありませんし、実際まあ漁がされているかもしれませんけれども、漁船が入ってくるってことはないでしょう。現在では穏やかな海水浴場となっていて、あそこに網なども張ってあるようです。船の中でね、歩いたのは別だとカウントすると、多分私、竹芝桟橋に着いてから多分まだ500メートルくらいしか歩いてないんじゃないですかね。むしろ大変立地がいいということができるんじゃないかとも思える式根島です。東京からここまで乗り換えはいりません。まあ、苦手な方はちょっと画面から目をそらしていただいて、これ岩に登ろうとするとね、船虫と場所の取り合いになります。みんな一斉に逃げていきますけど、踏んだら悪いからな、注意して進もう。素晴らしいところですよね。でも本当に素晴らしいな、思ってた以上に素晴らしかったな。式根島って冬とかにしか来たことなかったんで、ああ夏は全然違って見えるな。冬はね、もうね、こっからね、荒波がなんかもうザブザブ入ってきて、もうなんかそれはそれはあの危なそうな見た目なんですけど、全然違うもんね。岩場に登ってたらね、こんなの見つけましたけど、これはこの辺りの石をくり抜いたものだと思うんですが、まあ、明治時代とかそんぐらいに作ったのかな、あの船をくくりつけておくためのものでしょう。港によくあるやつです。でも干潮になったらこんなになりますんでね、まあ、満潮になれば船もつけられるのかもしれないですけど、昔は潮位が今とは違ったのかな、じゃなきゃ無理ですよね、こんなとこね。まあ、しかし自然が美しいからね、私そういうとこが好きなんですけど、そうするとお金使わないんですよね。これはいけないよな、せっかく観光に来てるんだから、こういう大変な時期に。とりあえずじゃあ暑いんでシャワーある、これで頭からちょっと水浴びておきましょう。だいぶ違う、これだけで浴びすぎたかな、浴びすぎた気がしてきたな。もう本当にね、日差しの強いとかもこれするだけで全然違うんでね、あのこういうことやっとかないと本当に熱中症になりますよ。気温はなんか29度しかないらしいんですけどね。島風のなんと気持ちいいことか、さっきね、あのちっちゃい子たちがあの足高雲ってでっかい雲を見つけたみたいでね、あ、まあまあ雲、大きい雲いるよって言っても親御さんたちはね、あ、そうなの、はいはいはい、あ、そう、じゃあ早く行くよみたいな、そういう感じでね、まあ、大体あの親というのは子供があの気づいたことの好奇心にはあまりあの興味を示さないようです、私が見ている限りでね。その後実際にその親御さんが偶然そのでかい足高雲を目撃したみたいで、大きい声を上げてね、うやーみたいな声を言ってたんですけど、だからちっちゃい子の言うことを聞いとけばよかったのにと思うんですけどね。ねえ、にしても本当に素晴らしい景色ですよ。渚の松に吹く風をイミジキガクトを聞きください。さて、またすぐ信子の方に帰ってきましたが、まあ、こっちは観光客が最初にやってくる方なのかな、本来は。これ観光協会ですね。で、ここにですね、本日は全て満室ですと書いてあります。で、これ本当に満室なのかどうかはちょっと微妙なんですけども、あのいつもだったら本当に満室だとこういう風に出るんだと思うんですが、あの今ですね、当日の予約というのはできないことになっております。式根島の場合は必ず事前の予約が必要ということになります。新型コロナウイルスの関係です。まあ、今回は日帰りだから別に問題ないですけども、事前にこういうところがたくさんありますので、よく注意して訪れてください。ちょっと案内所でね、あのレンタサイクルの情報とかもらったんですが、これマスクはあのああいうところに入るときはちゃんとしましょうね。あの区別していくといいと思います。おおおおおお、初めて野生のやつを私もこんなところで見ましたけれどね、海底に平べったいのがいるじゃないですか、わかります？先っぽがちょっと長く伸びてますけど、これはエイですよ、エイ。水族館にもね、ああいうのいますけど、あそこの方にもなんか白いのいる、あれもエイかな。下のやつも動いてればそうだと思うんですけど、あれ危ないんですよね、大きいからね、立派だなって。海の中でも不用意に近づいちゃいけないですよ。あの尻尾のトゲに刺されると、まあ、あれ毒ですからね、下手すると溺れて死んじゃうんじゃないですか。いや、またね、映画見られて満足だと思ったんですけど、あれね、向こうにまたこんなのありますけどね、これおおと気づいたんですけど、あれ大昔の人が作ったあの港の設備ですよね。岩をこう切って
そしてここは歩けるようにしてですね、船などを接岸できるような作りになっています。で、ここに階段ありますよね。こっちも多分あると思うんですよ。あれ行っていいのかな、ちょっと案内所に聞いてみるか。聞いてきたらね、今は漁師関係者専用ということだったんですが、あの昔昭和40年ぐらいまでは使ってて、まあ、昭和の時代に作ったものなんじゃないかという話でした。意外と新しいんですね。で、何のための場所だったかっていうとね、あの今あそこに止まってる連絡船、昔はあそこから出ていたそうですよ。お、早くもジェット船が到着しまして、東京からのセブンアイランドともですね。これは着く方なのかな、多分そうでしょうね。今午前10時を少し回ったぐらいです。サルビア丸が到着したのが、朝の、9時でしたので、まあ1時間ちょっとの差があるのかな。よくよく考えたら式根島の歴史でもそんなに古くはないんですよね。多分ね、200年は経ってないんじゃないかな、よくよく考えたら。だから江戸時代のものとかがここに残ってるはずはないわ。ほら、そんなことしたらね、ちょうどここに開島100年の記念碑がありますけど、まあ、こういうふうにね、あの100年を記念するような時代、まあ、これが作られてからが、あの今何十年が経ってるわけですから、まあ、そう考えると200年はないな。あ、知らなかったですけど、こうして見るとジェット船は着く場所が違うんですね。あの大型客船はね、あそこの、あの桟橋の、あの向こう側についてたんですけど、こっちは漁港みたいなところについてるわ。それで私、あの勘違いしてましたけども、ここがですね、島で唯一の信号機のあるところ、これは実際に交通量が多いから信号機があるんでしょうね。あの本当のすごい地方になると、信号機というものをあの地域の人に知ってもらうために、別に設ける必要もないんだけど、信号機というのを置いておくという場合もあるみたいなんですけど、ここはね、あのそれぞれこのように車がそれなりに来て交差するところですし、また子どもたちもね、こういうふうにあの通学のために歩きますんで、まあ、これは確かにあった方がいいわ。港から続く坂道を登って、今ここで600メートル、ここにお土産屋さんがあって、レンタサイクルがあるって、いろいろね、こんな大きな看板が出てますわ。自転車も貸していただきました。これね、入り口のところ、あのお許しをいただいて撮影してるんですけども、観光客の皆様へお願いというふうに書いてあって、これです、まあ、全部読みます。式根島では新型コロナの感染者は一人も出ておりません。そこで皆様方にもぜひご協力のお願いとして、入店の際には必ずマスク着用と、左側に置いてある除菌ジェルで手指をしっかり消毒した後、お買い物を楽しんでいただければと思います。島には医療設備が整っておりませんので、皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします、そういうふうに、ね、書いてありますけども、入る前に外にですね、こういうのあって、で中に入る前にも、ここかな、目線の高さにちょうど消毒はしましたかと書いてあります。お店の方からも伺いましたけど、相当神経を使ってやられてるらしいんでね、あのやっぱりマスクしないでね、入ってきちゃう方もいるそうです。まあ、そういう方には中でマスクを買っていただいたり、まあ、それからとりあえず中でティッシュを渡したりとかしてですね、口の周りを覆ってもらうということもやっています。でもあれだったな、まあ、これ4時間まで、1時間で500円か4時間で1400円という区切りなんですけど、だから1400円払ってお借りしたんですが、あれだったな、どっか書いてある、この下、これ使えばよかったんですよね。あの伊豆諸島でお金を使うときにね、あの島ポ通貨っていうのがあるんですけど、これを使うと確か6000円だったかな、6000円買うとなんか8000円分使えるみたいなね、あのスマートフォンのクーポンを買えるんですけど、まあ要はあのセルフ東京バージョンのみたいな感じですよね。通年でやってますけどね。で別にこの式根島だけで全部使い切らなくてもいいんですよ。他の島、まあ、これから神津島行ったり大島行ったりして、今日1日とかで、まあ、8000円、おっちょっと危ない危ない危ない、使えばいいんで、借り物だから倒したらな、申し訳ないんで、まあそういうことです。多分向こうでもされてるとは思うんですけど、返す前にちゃんと消毒してからお返ししよう。100% いいね。それじゃあとにかく出発です。まあ、実は結構ね、あの港から上がってきたところにたくさん自転車レンタサイクルやってるところいっぱいありまして、あのここ4時間1400円だったんですけど、他にもね、あの1000円とかあの安いところもまああります。本当に競合が激しいんですけどね、一番近いところじゃない方がまあ安かったりするんですが、それはね、あの立地とかにも様々な条件があるんで、まあいろんな選択肢があるということを皆さんにお知らせしておこうと思います。ハイビスカスが咲いてますね。いいですね、この島のこういう感じの道。まあ自転車があるともう機動力が格段に上がりますんで、まずちょっと行ってみようと思うのは診療所かな、すぐ近くにあると思いますが、一瞬で到着しました。結構綺麗ですね。前は多分こういうの建てなかったと思うんですけど、あの新しく建てたんでしょうね。ただ思ったよりは立派だけど、多分中に入所してる高齢者の方とかいるのかな。初めて式根島来た時ね、確か大島かな、大島まで行かないと病院はないですよっていうふうにあの脅されましたよ。
ヘリコプターで搬送ってことになるんじゃないかな。だからもう本当に気をつけなきゃいけません。これあれだな、こちらでお待ちくださいっていう車のやつ、これなんだこれ。どっちでもなんか動きそうだし、すごい速そうな車だ。そしてまたすぐ移動してきましたけど、ここがあの新島村役場、新島支所、ここが島の中心部です。地理的にもここが中心ですね。見ると向こうに一応救急車はいるんだな。でも消防署みたいにね、いつも救急隊員の方が常駐してるってわけじゃないでしょう。それで式根島の、ね、政治はじゃあどういうふうになってるかっていうと、まあ、ここはまず新島村ですから、新島村役場の村議会議員選挙ってもちろんあるんですが、それ以外だとですね、東京都議会選挙だと確かあの当初選挙区っていうのがあるはずで、そこが1議席分かな、まあ、少ないですけどね。国政選挙の場合はもう大田区とかとあの同じ選挙区ということになります。それではね、今度はちょっと温泉に向かってみようと思います。まあ、入るかどうかはまた別なんですが、やっぱり火山の島というか、島は基本火山ですからね、名物の温泉もあり、さっき言った通りです。ちょっと急な坂です。向かい側から人が来るかもしれませんので、一応慎重に行こうと思います。なかなかいい景色じゃないですか。潮騒も聞こえてきますしね。これ行っていいんですよね、自転車でね、今更ですけど。式根島には港が2つありまして、こっちには式根島港というのがあります。大型客船とかは来ませんけどね、まあ、普通に漁港ですが、ここにですね、海中温泉という温泉があります。と思ってきたら、ね、あの普通に間違いでした、すみません、大変失礼いたしました。あのこれ全然温泉ではないですね。中にお魚が泳いでおります。3匹入ってですね、みんなでうろうろ迷ってるようですけど、これはあれですね、あの潮溜まりといって、多分あの満潮になったらこれが全部あの使ってしまうんですけれども、水が引いた時にあの魚たちが今取り残されてしまった状態です。もう一度満潮になったらば向こうへ戻ることができます。温度がちょっと上がっちゃって魚たちには辛いんじゃないかな。温泉は一体どこにあるのかなと思ったらね、こういう風に一応道が作ってありました。コンクリートみたいなやつで舗装されてますよ。難しいけどな、こうか。あったあった、そうそう、ここです。滑る危険って書いてあってね、本当に滑るんで、こういうのはね、甘く見ない方がいいですよ。釣ってると自分が滑ったりするんで、本当に気をつけないとな。この辺り、ね、石の色が違ってますが、気をつけて進もう。こんな風に天然の温泉が湧いています。でこことそれからここに関しては独立した普通の温泉のようですけど、向こうになるともう海とつながってるんですよね。素敵なところでしょう、素晴らしいでしょう、式根島です。お湯入りたいんだけどな、ちょっと入るわけにもいかんのです。ここはね、水着が必須となっていまして、まあ、今誰もいないからね、裸で入っちゃってもわからないっちゃわからないんですが、あのそんなことやるわけいけませんのでね、あの多分かなり嫌がられる行為だと思います、そういうのは。しかし別に絶対に入れるものというわけでもありません。ちょっとぐらい感じることはできます。ちょっと暑い、あっち、あっちゃー、暑かったわ。夏のこの時期はダメだ。昔あっちの湯船に入った記憶がありますけどね。この土のうもあれかな、大丈夫かな。よし、じゃあちょっと乗っちゃって、こっちの方がね、多分まだ多少ぬるいんじゃないかな。暑い暑い暑い、もっとあっち行かないとダメだ。ダメだ、もう冗談じゃなく暑い。こう落ちたらもう普通に大やけどするレベルの熱湯なんで、もう入るのやめときますわ。こう岩がね、なんか崩れたりとか滑って落ちたりとかしたらもう大変なことになるわ。これ思い出した、これ確かなんですけどね、引き潮の時に入るやつじゃないんですよね。もうちょっと潮が満ちて、なんかある程度海水がこう混じってくるような、そういうちょうどいい時間がね、確かあるんですよ。そういうやつじゃなかったかな。伊豆諸島各地こういう温泉あるんですけどね、入る時はまず気をつけてほしいというのと、まあ、それから、まあ、ここまで入るの難易度が高い温泉もそんなにはないんじゃないかな。もっと痛いところではあるんですけど、ちょっと熱中症になる前に退散しとかないとな。引き際が大事ですよ。ここにもシャワーあるから、いやこれでね、自転車乗ればまあ爽快ですよ。多少生き返った感じがする。水も買っとこう。そしてまた自転車で1キロほど上がってきました。でも全然大したことないですよ、電動自転車だからね。すごい助かります。私も初めて来たんですが、ここは神引山というところです。多分島の中で一番高いんじゃないかな。まあ、明らかにこういう火山の雰囲気で、落ちる石かなんかからしてもね、そうでしょう。多分式根島ができたのはここの火山活動によるものでしょうね。平べったい式根島を一望することができ、また他の伊豆諸島もここから遠くに見渡すことができます。
いやすごいですよ、すごいところに来ちゃいましたよ。なんでこれこんなところだったのか、綺麗すぎんなちょっとこれ降りた方が綺麗でしょうね。柵の向こうまで行ったら危ないけど、いやこれで十分だ。前方に美しい入江と、それから新島の前景、彼方に伊豆大島と豊島があり、こちら方向には伊豆半島が水平線の向こうに横たわっているのが見えます。そしてぐるっと回るとこっちもまた見どころです。ミニ三原山みたいな感じですけど、多分式根島ができた時の噴火口でしょうね。今ここからあの火山が噴出するということはないと思うんですけど、向こうにはまた見えるお山、あれが神津島。ちょっと拡大しましょうか。神津島からまたさらに左へ視線を移すと、向こうには三宅島です。いや素晴らしいな。それ景色が素晴らしいのはいいことなんですが、おっと見ておりますと、まず向こう新島港に今さっき神津島に行って折り返し、またこの式根島もすでに過ぎて、接岸中のサルビア丸の姿が見えます。もうすぐ離れるんじゃないかと思います。そしてこちら、これはね、伊豆急下田といいますか、下田からやってきたカーフェリーです。この後私が乗る、フェリーアゼリアです。向こうの伊豆半島の下田を立って、今日はまず向こうの豊島に来ました。でこの豊島に着いた後、その後今度は新島、そして続いてこちら式根島に到着し、そして今度向こうは今見えませんけど、今度はあちらの神津島に向かいます。で私はあの今向こうについているフェリーアゼリアにこれから乗って、そして向こうの神津島でまた降りるということをするわけですが、だからまあそろそろ行かないといけないですよね。下の集合時間がですね、12時40分ということになってまして、まだ12時回ったばっかりですから時間に余裕はあります。いや本当に素晴らしい最高の景色だよ。この低いところに生い茂るように、これ何の植物か私は知りませんが、ともかく同じような高さで木が生えてるの、これはまたいいですよね。展望台の説明書きの下にわざわざ自分の名前を彫っていく人がいますが、こんなところにわざわざね犯人の名前書いて何がしたいんでしょうね。恥さらしじゃんね、ただの。それで自転車も返却してきました。今自分の撮った映像を見たら、ね、めちゃくちゃスピード出してるように見えたと思うんですけど、まあ、あの広角なんでそこの点はちょっとご了承くださいね。サルビア丸がまた東京方面に帰ってきますね。あの調子で各島に泊まっていきます。さっき山の上から見たフェリーアゼリアが今ちょうど接岸の作業を終えたところです。で船からねこんな立派なものを取り出してますが、今日はこの郵便車を構想するのかな。数年前まではアゼリア丸というあのフェリーを積むことはできない普通の貨客船が来てたんですけども、新しいこの船になってからこんな仕組みで自動車の構想ができるようになりました。自動車重量も積めるそうですけどね。こういう方式のカーフェリーはかなり珍しいそうです。この船は東海汽船ではなく新進汽船という、確か東海汽船の関係会社じゃなかったですかね。下田から神津島、式根島、新島、豊島と来てますが、下田から今日は豊島、新島、式根島、神津島、下田という順番で回っています。確実でその回るルートが変わるんだそうです。だから自動車で来たりとかね、それから新幹線と伊豆急行を乗り換えてこっちの伊豆諸島に、特に冬の時期なんかに来るときにはこの船の世話になることがありますが、もちろんサルビア丸よりは設備は簡素で、もうこういうカップ麺の自動販売機とか、まあこういうのもあります。あ、これがちょうどありましたね、本線の航路図ですよ。この式根島から次が神津島、所要時間50分です。動揺防止のフィンスタビライザーとかそういうのはついていると思うんですが、大型船やジェット船に比べるとちょっと揺れがちと見えて、この伝統的な金たらいがあります。乗り込んだらまずはしっかり手洗いをするべきですね。お、手を洗ったらもう出航してる。出航が結構早いんだな。今日はもう海はベタなぎですから、もうこの割と小型の船であっても揺れることはまずないでしょう。フェリーアゼリアの特徴はさっき言いましたように車を詰めること。結構広いスペースがありますよ。アゼリア丸に2棟のスペースがちょっと狭いから、もしかして密になるのかなとか思ったんですけど、まあお客さんそんなに多くなかったんで大丈夫そうですが、これね、ござがあるんですよ。ござのご利用について、お席が不足の際通路や甲板でご自由にご利用いただいております。面白いですよね。これは東海汽船グループの中でこれを唯一アゼリア丸でだけやってるそうです。
またこんな優先席もありまして、今は、ね、優先席対象の方がおられないからフリースペースとして使っているようです。出港してすぐに次の目的地神津島が見え出します。あの高くなっているところが天井山といって大変独特な山です。あれ登るのも相当面白そうですよ。まだ行ったことはないですが、この船フェリーアゼリアの場合は一等室のみこの飾り毛布のサービスをやっているんですが、今日は、ね、特別な取材ということでここは特に二等室なんですけれども、特別に2つ作っていただきました。1つ30秒から1分でできるそうです。ありがとうございます。それからね、本船アゼリア丸の、 売り出すそうです。これ船長の、ね、コスプレができる4本ラインが入ってますね。サルビア丸とかには普段は置いてません。ちょっとマスクを少し取ってみるか。紐だけを持ってっていうのがね、前に知りました。ちゃんと勉強しとかなきゃいかん。割といつもスーツ着てるからこういう格好すると、まあそんなおかしくはないんですよ。神津島がどんどん近づいてきます。本日の寄港地は前浜港ということで、神津島のメインの港になります。ちょうどここで左舷側を見ると左側三倉島、間違えて左側が三宅島、右手が三倉島、このように大きく見えますね。いや今日はいい日だ。でお昼ご飯は四季島で手配してもらった海苔弁です。まあいいですね。これアサリの佃煮みたいなやつかな。その下には島海苔と、あとはこれはアシタバの天ぷらですね。ちゃんと冷たい保冷剤と一緒になってたから、まあ、まだ腐ってはいないでしょう。美味しいですね。食べるとね元気が出てきますよ。どんどんだから。さてそれでは神津島は前浜港に到着です。こちらもまたやはり息を呑む美しさです。高い透明度と白砂の影響です。予定より少しだけ早く神津島に到着しました。事務長さんに大変優しくしていただきました。ありがとうございます。来ました。ここがですね神津島といえば、もうここに来ずに神津島から帰っちゃったらもう何しに来たんだっていうような立派な名所でございます。赤崎遊歩道というところ。ここを訪れたのは私は9年ぶりですけど、私の知る中で、ね、伊豆諸島でここが一番楽しいなと思いますね。どの島もねその島特有の魅力があるから、別にじゃあここ以外行かなくていいのかそういうことはないんですけど、素晴らしい透明度とね、まあ、それから私お魚マニアなんでちょっと上からだと分かりづらいけどな、もうすごい数の魚がいるんですよ。もうキラキラもう光ってますわ。だから本当は水着着て水中メガネかなんかして水中を眺めるといいんですけどね。おおお飛び込みやってるぞ。あれがまた面白いやつですよ。すごい高いところからね水の中へ飛び込むというのがここの醍醐味です。危ない危ない危ない。ちゃんと下の子が行ってから降りないと。危ねえな。あの今のあわや大事故になるところでしたよ。よかったな当たらなくて。なんか子供たちは全然気にしなさそうだったけど、まあ、じゃあ大丈夫なのかな。私が最初にここ来たのは中学1年の時 で次に来たのは中学2年かな。だからそのぐらいで今よりねまだ随分体も小さかったですから、めちゃくちゃ高いところから飛び降りるような気がしてたんですけど、まあ、そこまででもないな。ちょっと勇気出せば、まあ、いけるって感じかな。もうちょっと晴れてるとよかったけどな。たまたまタイミングが悪くねお日様が隠れてる。でももうすぐ出るか。ちょうど晴れてきましたよ。いや本当滞在時間が短いのが惜しいんだけどな。今回は皆さんにここを紹介したかったのでタクシーで頑張って連れてきてもらいました。
もう見てください、もうレアなフィッシュがいますからね。これは別にレアじゃん、あ隠れちゃったな。ヒソギンポみたいなのがいましたけど、それからね、ナミチョウチョウがいたんですけど、あ、いないな、これだけは見て帰りたい。いた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 、いましたよ。上からでもその美しさわかるかな。南方から黒潮に乗って流れてきた熱帯魚です。他にもね、もう一匹チョウチョウウオいましたし、トゲチョウチョウウオもいたしな、まあ、いろんなのがいて、もう見てて飽きないし、紹介もしたいんですけども、まあ、ちょっと時間がですね限られておりまして、また私の持っているカメラでも映るのに限界がありますので、今回はこれぐらいで。時間になりまして、今ですねお客さんがどんどん列になってますが、結構たくさんいますね。まあ、ジェット船もね、意外と普通の飛行機よりはたくさんお客さんを乗せることができるんで、そんなに車内で船内がめちゃ混みになるとそんなことはないと思いますけど、日曜の上り便ですからね、神津島発のジェット船は1日に1便じゃなかったかな。今日の便はセブンアイランド大量です。昨日ねセブンアイランド優位になりますみたいなこと言ったかもしれないですけど、優位になるかどうか別に決まってなかったみたい。まあ、基本的にねジェット船というのはその日の運用は、まあ、大体当日か前日に決まるようです。神津島でもこういう車が来てね、張り紙をして、宿のない方は来ないでください、そういう呼びかけのためのその専用の車でしょうね。神津島とそれから試験島で会った人に、まあ、どことは誰とは言いませんけれども、同じ質問をしたんですが、来島するお客さんはコロナのことを気をつけているように見えますかと、気をつけている人もいるけれど気をつけてない人が目立つという話でしたね。まあ、うっかりってことはあると思うんですけどね、離島ってのは本当に特殊な環境なんで、そこで住んでいる人たちもね、すごい多分東京の本土とは比べ物にならないぐらいコロナのことを心配しているだろうし、実際心配するべきなんじゃないかと思うんですよ。開放的でついつい注意も散漫になってしまうんじゃないかなと思うし、私も気をつけなきゃいけないんですが、開放的かつ閉鎖的なところが離島だということをね、よく刻んどいた方がいいのかなと改めて思います。ここからはこのジェットフォイルセブンアイランド大量で伊豆大島へ向かいます。大島までの利用っていうのはかなり珍しい使い方だと思いますけどね。実際には舞浜港を出港するとき、村役場の方がこちらへ横断幕を持って手を振ってくれました。またおいでくださいとあるように、本当にまた来てほしいからこそこういったことをやっているわけです。村役場の大事な仕事です。神津島村の中でも観光客をどの程度受け入れるのかということはかなり揺れたんじゃないかと思いますが、それでもこういったことをしに来てくれる、だから来てほしいという意思がかなり強いのだと思います。タクシーの運転手さんもまたぜひゆっくりおいでください、そういうふうに最後降りるときに言っていただきました。実際私もまたゆっくり来たいと思います。神津島の海はさっきのあの映像だけではまだ十分にお伝えしきれていないほどに綺麗です。ちなみに今回は舞浜港を利用しましたが、反対側、島の裏側にも多幸湾というところがあって、海面の状況によってはそちらへ行くこともあるのですが、そこもまたですね船をつけるだけでも綺麗なところです。さてシートベルトをお締めくださいというランプが点灯しています。これは本船ジェットフォイル特有のものです。海の上を時速80キロ以上の高速度で航行します。そうなるとまれに大型海洋生物とか、まあ、そういったものに衝突をするということもあります。そうなった時急に速度が落ちて自動車と同じように追突してしまうということがあっては大変ですから、シートベルトを全てのお客さんが締める必要があるわけです。今船は徐々に速度を上げているところ、これから時速80キロ程度まで上げます。今50キロ程度、ちょうど船体を海の上に出しているところです。何度も説明していることですが、このジェットフォイルは船体を完全に海の上に出して、そしてわずかな板、まあ、水中翼と呼ばれる翼だけを海の中に入れて、そして海の上を飛んでいくということをします。だから速い速度で進むことができるのです。船内の安全ビデオ、4代目のマスコットがある小池夏美さんです。最近いろいろなところでお見かけします。これ多分ビデオ最近新しくしたんですが、前の古い船がいなくなったりとか新しい船がデビューしたりとかしましたからね、それに合わせるようにリニューアルをしたんでしょう。この手作り感が何とも言えない良さです。ジェットエンジンで海水を吹き出し、海面から浮き上がる力を得て航海する船です。船体が常時安定するように前後の水中翼を調整して運航しますので、揺れが少なく、このように書いてあり、この映像を見れば船が海の上を飛んでいるということがわかるし、また波の影響をほとんど受けないであろう様子も見ているとわかります。実際神津島から大島までの海域は結構揺れるんですが、ジェット船に乗っていればね、揺れを経験することはほぼないです。まあもちろんすごい揺れる時もあるんでしょうけどね。向こう、あちらが三宅島です。さっきも見えていた三宅島、あそこからジェット船に乗るっていうイベントをまたやってくれたらね、行きたいなと思うんですが、このセブンアイランド大量の特徴は船内の照明がちょっとムーディーなオレンジがかっているところです。
もともと JR 九州で活躍していたこの船は JR 九州特有のデザインがなされていまして、その当時の内装がかなりいろいろなところに残っています。またこれはもともと国際線で博多港から韓国の釜山港までを運航していましたので、このように一部ハングルが残っているところもあります。右手に式根島が見えています。これが式根島ですかね。こっちは新島だ。新島と式根島両方見えます。あのセブンアイランドアイは今さっき私も立ち寄った式根島信志港へ向かっています。でもこんな時間に式根島行く船なんかないよなと思って調べたら、あれは海藻だそうです。今私が乗っているセブンアイランド大量はこの式根島そして新島を両方通過してしまいます。でその通過してしまう式根島と新島には別のさっき逆に動いていたセブンアイランドアイを向けて、そしてそこからお客さんを運び速やかに東京へ運搬するということをするわけです。運搬というとおかしいか、お連れするっていう感じですかね。新島も大きくて大勢の人が訪れる島です。そこを通過してしまう。でもその代わりにちゃんと別便を出す。東海汽船は結構いろいろですね、複雑な運航をしていて、それを見るのも面白いものです。新島も端っこの方は結構断崖絶壁なんですよね。さて右側に、これがウトネ島かな、小さな無人島を見ましたが、その先に黄色い船が見えます。大型客船の立花丸です。あれはどっから来たのかと言いますと、さっき三宅島が見えましたが、あの三宅島のさらに南方、今日は八丈島から三倉島そして三宅島と渡って、今あの船は大島に向かっているところです。私の乗っている船も皆さんにお伝えしたように同時に大島へ向かっています。向こうは次に着くのが大島ですが、私の乗っているこのセブンアイランド大量はまず次に豊島に泊まり、そして豊島を出港した後大島に向かいます。要するに向こうの方が、まあ、鉄道で言えば停車駅が一つ少ないということになります。ただこちらの方が最高速度は明らかに上ですので、途中に止まったとしても完全に大島には向こうの立花丸よりも先着します。そして大島に到着した後、私たち一行はあの立花丸に乗り換えることになります。右手に大島そして三原山が見えています。あの立花丸はそこへひたすらまっしぐら。こちらは寄り道をしますが、ウサギとカメの眠らなかったウサギみたいですよね。こっちの方が寄り道をしても速やかに大島に着いてしまうのです。だから一旦大島からは離れていきます。向こうは一生懸命まっすぐ頑張っています。ちなみにさっき見えていた三宅島から大島までの所要時間はおよそ3時間となっています。それに対して、私の乗ってきたこのセブンアイランドの場合は神津島から大島までの所要時間がおよそ50分ということですので、三宅島から大島までの方が距離がちょっと長いんですけれど、それを加味してもセブンアイランドの方が2倍以上早いということは見ていただければわかるかと思います。さて豊島に到着です。豊島はそんなにものすごく多くのお客さんが乗るというところではありません。別に全然お客さんがいないわけではないですけれど、町の規模もそれほど大きくはなく、またどちらかといえば観光の島というよりも椿の林業の島というイメージです。もちろん今はそれでも観光のシーズンですから多くのお客さんが乗ってきます。ただ豊島は時刻表では一応停泊時間は1分ということになっています。大島とかは10分設けられるんですけれども、だから着いたら、はいではご乗船くださいと言ってどんどんお客さんがゾロゾロ乗ってきて、乗り終わったらすぐに出港ということをします。ちょっと忙しいような感じがして、右側に座っているとその忙しい着岸の様子を見ることができます。お客さんはゾロゾロ乗ってきます。でも豊島を行き先に選ぶなんてなかなかコアな人たちだなと私は見てて思いますよ。もちろん海水浴場とかもあるんですけどね。また春の時期の椿を見に行くのに豊島へ寄ってみたいものです。私は豊島はまだ行ったことがありません。行ってみたいんですけどね。ここは船をつけるのがなかなか難しいところです。波の影響を少しでも和らげるために立派な防波堤が組まれています。そして次の目的地大島元町港ももう今前方に見えました。立花丸が引き続き元町港にまっすぐ進んでいます。この船もすぐ元町港に到着します。また今離水して速度を徐々に上げていきますが、もう速度80キロぐらいに達すればすぐ向こうまで行けてしまうでしょうね。立花丸の方が今のところ前を行っているようですが、すぐに私の乗っている船が追い抜かしてしまうでしょう。ちなみに普段であれば八丈島、三倉島、三宅島からやってきたこの立花丸は大島の進行方向で言えば右側、東側を航行するということになります。ですから大島のこの三原山の手前を立花丸が動いているのを見るということはなかなかできません。じゃあなんで今日はこういう風になっているのかというと、立花丸が今日は特別日曜日でお客さんが多い日なので大島にも寄港するというダイヤになっているからです。大島に寄らない場合は基本的に島の裏側を通ることになります。だからちょっと珍しい写真です。週に1回しか見ることのできない光景。ちょうどね、いい写真が撮れるんですよ。
この橘丸っていう船はね、正直最初に私がこれデビューするって聞いた時に、なかなかこの変な色はと思ったんですけども、今見るとね、いやすごくいい色だな、これ船マニアの人もね、私の周りにいる人みんなこう言いますからね、最初変な色だなと思って、すごいんだよね、やっぱりね、みんなあの船結構カラーリングが好きみたいです。さて、船は大島元町港に到着。大島には2つの港があります。元町港と、それから岡田港、まあ、他にハブ港という東海汽船が接岸しない港もあります。そしてここが一番大島の町の中心部に近いということになっています。役場まで歩いていくこともできる距離です。この船はもうすぐに着けてしまいますが、橘丸はまだあんなところにいます。あれも別にもたもたしてるわけではなくて、時刻通りに来てはいるんですけれども、まだこのあと10分ほど遅れて到着するということになります。豊島、新島、式根島、神津島などを見ながら、今大島に降り立ちました。大島はなかなか忙しく、私の着いた船は16時ちょうどの到着、それに対して奥では16時ちょうどに出発をしていく、セブンアイランド東京行きもあり、あれは何なんでしょうね、セブンアイランドともなんですけど、時刻表を見ても書いてなかったんですが、明らかに東京方面に向けて動いているので、多分東京行きのやつなんでしょうね、あれね、東京行きの回送便なのかな、多分そうなんだと思いますけど、今東海汽船では新型コロナウイルスの関係でちょっとダイヤを減便しておりまして、お客さんを乗せないで運航するという場合ももしかしたらあるのかもしれません。私の乗ってきたこの船は大島に10分間の停泊、それに対してこの船は大島始発東京行きの直行便です。3本も同時にバンバン出てくるんだからすごいですよね。もうあんな遠くへ見えなくなってしまいました。熱海にもあるんですが、熱海行きの場合はあっちの方には曲がってはいきませんのでね。そしてお客さんもずらりですよ。今回は本当に大島に関してはもう超バタバタツアーです。なんだって自由時間があと10分ほどしかありません。橘丸の接岸を見るのもいいんだけど、せっかく来たんだからなんか大島で買って帰ろうかな。わし忘れ物してないな、大丈夫だよな。もう手が赤くなってる。朝晩姿を見せていた富士山もこの時間は見えません。大室山ははっきりと見えます。ちょうど今ユイが離水してブンブン飛んでいくところです。私の乗ってきた大量も去っていきました。あれが今日のジェット船の最終便です。暗くなると運航できない関係で結構最終便は早いんですよね。日帰りでしたけど、で東海汽船さんからいただいた仕事ってことで一応来ましたけど、いや来てよかったな。夏がこれで終わりかなって感じがしますよ。まああと1ヶ月暑いんだろうけど。ちなみにスクリューは停泊中でも回っています。これスクリューを回すその速さとか回転数を変えるんではなくて、このスクリューの横角というんですけど、その角度を変えることによって推進力を変更するからです。帰りはね、一番安い2等和室です。まあ一番安いっていうか、それが普通なんですけどね。東海汽船は上級船室がやたら充実してるから、なんか上級に切り替えないといけないような気がしてしまうんですけど、おいないな他の人、今のところですけど251番。こんなミニ区画があるの。通常はね、こう5並んで、で反対側にも5並ぶんですよね。あ、なんか広い、当たりだなここ。手洗いと消毒、これ大事ですよ。これ橘丸のトイレ。橘丸はあの新型のサラビア丸よりも6年早くデビューした船なんですが、基本的な構造は一緒で、なるほどね、6年経つとこういうところがちょっとずつ黒ずんでくるわ。あのピカピカのサラビア丸も、まあ、だんだんこういう風になるんでしょうね。汚くはないんだけどね。やっぱあれなんだな、新型のサルビア丸は姉妹船ってことなんだけど、細かいところは結構違いまして、あの橘丸はね、割と普通にまだこのギリギリのところまで行かれるんですよ。やっぱ新しいサルビア丸、まあ昨日の夜初めて乗ったわけですけど、なかなか外へ出にくいような構造をしてるわ。まあ安全のためならしょうがないですけどね。これで最後の寄港地も終わりです。いや今日は一日疲れた。もうさっきのジェット船もね、寝そうだったんですけど、少なくともジェット船乗ってる間島が見えてるのに寝るのはいかんだろうと頑張って起きておりました。お客さんもいっぱい乗っています。三倉島とか三宅島八丈までこの船で行くという人はね、もうみんな猛者揃いなんじゃないですか。
ちなみに船内の換気装置ですが、大型客船も普通の客船もですね、結構換気装置はすごくて、これは女子トイレの換気装置みたいですけどね。音がするんじゃないかと思いますが、結構な音がしております。大島から東京寄りの海域にしては珍しく、ちょっとうねりを伴っているようです。まあ少しだけ揺れてるって感じですけどね、さっきまで全然揺れなかったんですがね。あ、ジェットに乗ってたからか。なんか空に変な雲ができてるの、何あれ。なんか噴火したんじゃないかっていうような雲ですけど、噴火したのかな本当に。いや、してないと思いますけどね。房総半島も見え出しました。自衛隊の護衛艦が来ています。私は何か分かりませんが、でも101と入れれば分かるはずです。調べてみると横須賀から来た村雨という名前の船だそうです。見るべきものはそれだけではありません。前方にあります房総半島の館山市、その湾にですね、こういうものが止まっておりますが、皆さんこの顔を覚えていますか。ちょっとブレちゃってますけどね、あまりにも遠いですから。この形、これは東海汽船の2代目のサルビア丸です。6月の終わりに引退をしました。そして現在もまだ東海汽船の実は管理下にあります。もういよいよあと少しすると東海汽船の元を完全に離れるそうですけれど、お、手前になんか大きいのが来ちゃったな。ちょっと待ちましょう、すぐにいなくなってくれると思います。この間引退して東京港を去っていったサルビア丸ですが、その後大阪に行って整備を受けた後、今度は宮城県に開港されて、宮城県の石巻でまたしばらくつないで、どうもまた別の整備を受けたようです。そしてこの後いよいよ海外の業者にどうも引き渡しとなるようですが、その前にまだ東海汽船の乗組員さんによって今開港されている最中です。そしてしばらくは館山の湾の上に錨を下ろして、あの港につけるとお金がかかりますんで、その湾の真ん中のあたりでしばらくはおとなしく止まっているということです。思い出の船はまだ生きています。そしてどうもここから見る限りでは煙突の東海汽船の車掌、会社のマークもまだ残されているのかな。でもいよいよこれで本当に見納めになりそうです。建物の町へ行って向こうからサルビア丸へカメラを向ければもっと大きく見えるでしょうね。このサルビア丸がここへやってきたのはつい昨日か一昨日かそれぐらいのことで、この光景を見ることができているのも大変ラッキーなことです。日はどんどん西へ傾いてオレンジ色になって、そして今日訪れた島々もどんどん小さくなりますが、でも大島は大きいんですよね。ずっとねひたすら見え続けますよ。レストランも結構品切れがあるかもしれませんけど、なんかおやつ食べに行こう。これカルビ丼です。全部おやつじゃないような気がするんですけど、お腹が減ってるんでまあいいでしょう。この間2代目のサルビア丸の最終運航の時にこれを食べてる人もいて、うまそうだなと思って食べてみたくなったのでした。今日乗ったあの3代目のサルビア丸の方にはなかったメニューですけど、ね、やっぱちょっと船によってメニューが違うんだな。食べ物に目をやってる間に馴染みの船とはお別れです。よくね、内房線に乗ってる時に言いましたよ。サルビア丸がちょうどこの時間に東京湾に向けて動いてるのね。よし、じゃあもう見るべきものも今回の航海全部見たと思いますんで、あとは東京までゆっくり休むことにしよう。船の貸し毛布はだいたい1万100円と安いですから、多めに借りるとかに越したことはないですよ。2は3枚借りるそうです。敷く用と掛ける用と枕用、まあ私は2つ敷くふかふか布団でいいかな。2等のロッカーでもね、こんなちゃんとしたコインロッカーがこれこれいいですよ。これ前はこんなんなかったからね、こういう仕切りもなかったし、下は普通に硬いんですけど、これがあれば無敵です。さすがだ、新型船はね、ここ一番底の階なんですけどエンジンの音が全然しない。もう旧型船だったらギューンみたいな音をずっと聞きながら寝るんですよ。全然違うもんね。じゃあこれでもうあとは東京までぐっすりだな。あ、ちなみにね、あの底の方の階になりますと多分2棟とか特2棟より下のところではあんまり電波が通じません。あの海域は電波はちゃんと通じるんですけど、
多分もう今私のいるここなんかは完全に海の中だし、三鉄器でもダメなんじゃないかな。ここら辺から通じるかどうかみたいな感じになるんじゃないかと思います。ということで、このお忘れ物、お忘れ物などございませんよう、手回り日を確かめになりまして、先導して購入をいたします。約10分少々で竹島桟橋の切断作業へと移ってまいります。あ、もうね、すでにあのレインボーブリッジは過ぎてましたけど、もうあの放送かかったらすぐ大体超えるんですよね。まあ全然構いませんが、戻ってきました。今時刻はね、20時25分。これ接岸のために船体を大きく回しますんで、ちょうど真横にレインボーブリッジを見ることができます。東京港から出るときはこういう風に回ったりしませんからね、こういう光景にはならないんですが。それではあの長い動画になりましたけれど、一緒に旅行しているような気分になってもらえたらと思って全部一本の動画にまとめました。長い動画をお楽しみいただいてありがとうございました。海が茶色くなっておりますね。これ赤潮ですけど、赤潮ってのはまあ、あの見た目にもあんまり美しくないですが、ただ夜になるとあの光ったりとかしてね、あの夜光虫というのは赤潮らしいんですよね。だからまあ綺麗でもあると、いいやら悪いやら、まあ、あんまりいいもんじゃないでしょうけれど、まあ、それで、ね、あの改めてなんですけども、無事到着したんですが、あの降りるときにね、間隔を空けてくださいっていう放送があって、みんながどれぐらいそれ注意して間隔を空けてんのかなっていうのはあの見ようと思います、まあ、見ようと思うというか、あの 見えるんですよね。私があのまだ混雑しているわけでちょっと待ってたんで、で、まあ、私が見る限り、まず2メートルの間隔を空けてくださいっていうやつね、よく言ってますけど、それみんな間隔空けてんのかなと思って見るとね、まあ、あの2メートルは空いてないです。あの空いてても、まあ、60センチとかそのぐらい、まあ、だから一歩分ぐらいは空いてるんですけど、それは空いてるっていうのかというと、まあ、結構びっちりしてる感じには見える、見えるけど本当のギチギチでもないような気もする、まあ、難しいんですけどね。お客さんが降りていくときにコロナのことに気をつけているのか、それとも全く何にも気をつけてないのかはちょっと見ただけではわからないんですが、ただまあマスクをしていればですね、あの2メートル以上の間隔を空ける必要は ないという言い方はおかしいのかな、あの2メートル以上の間隔を空けてくださいという、政府からとかなんかいろいろ言われてるのありますけど、あれはマスクができないときに2メートル以上空けてくださいってことらしいですね。まあ間隔を空けて降りるに越したことはもちろんないんですけど、あの必ずしも2メートル、思いっきり開けて一人一人があのすごい離れて降りなきゃいけないというほどでもないんだそうですね。あの私としては、ね、伊豆諸島という特殊な場所へ行く船なわけですから、結構気を使った方がいいんじゃないかな、まあ、普通のところよりも気を使った方がいいんじゃないかなという気はするんですけど、まあ、確かにあここにも間隔を開けてお待ちくださいっていうのがあのちょうどありますけど、まあ、これぐらいの間隔だと思えば、まあ、あのそんな別に極端に開けなくてもいいんじゃないか、まあ、確かにそうなんですよね。まあ、ただあの一方でね、こんぐらいの間隔がじゃあ実際に空いてる場面があるかというと正直ほとんどないと、まあ難しいところだとは思うんですけど、私のやっぱ今回行ってみての感想は、場所が場所だから行く人はどうだろうな、全般的にはもうちょっとなんか細心の注意を払ってる感があるかなと思ったんですけど、意外とそこまででもなかったんで、あの本当にみんな気をつけていきましょうねということをあの私としては言いたいですね。しかしハイシーズンも今日2020年8月の30日日曜日もうそろそろ終わりです。というか今日でもう多分夏の再繁忙期ダイヤは終わったんじゃないかな。伊豆諸島の観光もこれからなんだかんだ少しずつ落ち着いてくる時期かと思います。まあ、涼しくなった時などね、あの今回のような景色を楽しむだけの旅であれば海に入る必要もないので、9月とか10月の秋晴れのシーズンなど行かれてみてはいかがでしょうか。どうもありがとうございました。